では今日全部冬休みの宿題を終えたいと思いますので、はい、頑張ってください。はい、はい、じゃあまいちゃん、これはあと何ページかな。1、2、3、4。ああとここまでだ。すごい、5ページだ。あともうちょっとだ。あとこの学力定着確認テストだね、うん、これを2枚やったらなんと宿題が終わりです。イエーイということで頑張りましょう。はい、はい、明日からはいっぱい遊ぶので、うん、今日全部終えちゃいます。今日でマリちゃんは冬休みの宿題を全部終わらせるので、集中してちょっと勉強頑張りたいと思います。皆さんお付き合いください。マリちゃん今漢字をやっています。柱がもうちょっと、東京の今日がわからないので今マリちゃん調べています。上はあったね。字書いて書を書く。はいはいはい。じゃあ買うわ。確かこうして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 、はあ、切り丸としましたか。今日ね、何時ぐらいに起きたんだったっけ。9時ぐらいに起きてずっとゲームしてました。もう怒った。読んで書いて話して聞く。昨日、今日、明日。あ、違う違う違う、うん、このうち今日はあと1ページで、あと少し頑張らないと。いられない。究極必殺奥義。ちょっと待って、間違えたところが1ページにあった。うん、ここまっすぐ。ああ、終わったー。すごーい。はい、まりちゃん終わりました。ということで今からママが丸付けしていきます。はい、ここじゃない、こっち。種類、問題をよく見て答えましょう。答えは濃くはっきりと丁寧に書きましょう。全部終わったら
よく見直しましょうって書いてある。妹は女の子を描いて、ね、こっちを描いて、こう描いて、よし、小さなことを釣り、ここで引くわけには。頑張れ。終わったよ。イエーイ、よくできました。今から丸付けするね、ママ。はい、すごいね、綺麗に字を書きましょう、丁寧にやりましょうってことで書きました。じゃあ次、算数、はい、これで終わりだよ。よし、すごいよく頑張った。ちょっと体力増やすね。うん。ちょっと休みな、休み休み。お、すごい。満点だ。100点満点だ。素晴らしい。少し休憩をします。マゴッチがマリちゃんマリちゃんって呼んでたからお世話してます。7人が5か、え、5枚が7個でしょ、だよね。5×7×7×7×5枚。上級室の時点で、だから絵で描く。長方形は、向かい合ってる部屋の長さが一緒。それが自分の長さになってるんですけど、1センチ、2センチ、3センチ、4センチ、5センチ、5センチ、7ミリ、ここが5ミリの線だから、ここから1、2だから7センチ。1リットル、2、4、6、6デシリットル、人の、ミリだから5。すごいすごい、わかりやすい。楽しみかにしてますね。1m+30だから 1m30 でしょ。うん、130センチでしょ。130センチということは、130センチと130センチ、260センチだよね。260センチ、うだね。さっきは多くないんですけど、終わりました。すごい、すごい、早っ。じゃあ、ママも丸つけるね。はい、お疲れ様。また眠くなっちゃったよ。結構時間かかったと思う。楽しかったでしょ。あ、楽しかった。さすが好きだからね。では、丸をつけていきます。やりました、やりました。じゃあ、やりました。丸つけになくていいんだ。おやすみ。ふーちゃんまた寝ちゃいました。おやすみなさーい。じゃあこれから丸つけしていきます。